スーパージュニアは2005年にデビューした韓国の男性アイドルグループ。所属事務所は SM エンターテインメント。公式サイトでは、スーパージュニアは今までのグループとは違い、歌手だけでなく、タレント、俳優、MC、お笑い、作曲家、モデル等、各分野のトップスターを輩出することを目的としているグループとして結成。 2005年11月6日12人のメンバーでデビューしたスーパージュニアはシングル U から新しいメンバーとしてキュヒョンが加わり13人となるメンバーがそれぞれの分野において最高のスターになるためグループだけでなく活発に個人活動も同時に行っているとされているグループ結成当初定期的にメンバーを入れ替えるプロジェクトグループとしてグループ名が スーパージュニア霊語だったが、メンバー入れ替えを望まない、ファンの抗議などにより、シングル、U の時からグループ名の霊語が消され、以後スーパージュニアとして活動している。2009年、キーボムが第3週、ソーリー、ソーリー以降は、俳優活動に専念するため、スーパージュニアとしての活動を休止すると発表。2009年12月、中国人のメンバーハンンが、所属事務所、 SM エンターテインメントに専属契約協力停止、仮処分申し込み訴訟を申し立て、中国へ帰国。翌2010年12月、原告勝訴の判決が下され正式に脱退。2010年7月には、会員が現役として入隊。2011年9月にはヒチョル入隊。2012年10月には、イトゥク入隊。2013年5月には、イエソン入隊。 2015年3月には、シンドンと、ソンミンが入隊した。2015年8月、スーパージュニアとしては長らく、活動休止中扱いであった、キボムが SM エンターテイメントとの契約満了により、退社し、同時にスーパージュニアも脱退した。2015年10月に、ウニョクとドンヘが入隊。同年11月にはシオンが入隊。2016年10月に、 両区が入隊。2017年5月には最年少であるキュヒョンが入隊。2019年7月12日、飲酒運転により無期限活動休止中であった官員が自身のインスタグラムにてグループを脱退することを発表。現在は中国で活動しているハンギョン、俳優活動に専念しているキボム、女優キムサウンと結婚した村民を除いた9人での 活動となっている。人数は多く各自個人スケジュールを抱えており、メンバー全員が揃うことは滅多にない。グループカラーは、パールサファイアブルー。公式ファイクラブは、EL 会で、エヴァーラスティングフレンズの意である。日本では、2011年9月1日にスーパージュニアオフィシャルファンクラブ EL 会ジャパンが、発足している。練習生時代、村民とニョクは、 JYJ のジュンスとグループを組み、デビュー寸前まで行っていた。ヒチョルと、カインは、東方新規のユンほど JYJ のジェジュンとグループを組んでいた。また、イトクとドンヘも、同じグループになり、デビューに向けて、レッスンに励んでいた。しかし、東方新規のデビューによって、それぞれのグループは解体。デビューは白紙になる。2005年始め、 プロデューサーのイスマンが一二人組のボーイズグループを年末にデビューさせるために準備していることを明かし、来る11月6日、SBS の音楽番組人気歌謡に出演し、最初のシングル曲ツインズでデビューした。12月5日に同タイトルを収録した第一集スーパージュニア05をスーパージュニア05名義で発売した。当初はメンバーを定期的に新しく入れ替える。 ローテンショングループの予定で12人のオリジナルメンバーはスーパージュニアの第一世代とされていた。デビュー時にグループ名がスーパージュニア例語だったのはスーパージュニアの2005年時の所属メンバーという意味合いがあったからである。これはメンバーそれぞれがスーパージュニアの活動を経てそれぞれ歌手、俳優、MC モデル DJ など幅広い分野に飛び立ち活躍できるようにという アジアスターの登竜門グループというコンセプトがあったからである。スーパージュニア零五はデビューアルバムの収録曲、ミラクルで引き続き活動を行った。ミラクルの活動が終わると、SM エンターテインメントは、スーパージュニアの第2世代として、スーパージュニア零6の新しいメンバーの選考を開始。SM 側はグループから卒業させるメンバーのリストまで作っていたという。しかし、 ローテーショングループというコンセプトはメンバー入れ替えを望まないファンの抗議も強かった。そこで SM エンターテインメントは13人目の新メンバーを加えると発表した時点で計画を変更し次世代のスーパージュニアを作るプロジェクトを中止した。2006年6月6日に発売されたシングル U の時からグループ名の例語が消され、以後 スーパージュニアとして活動している。そしてこの曲から13人目のメンバーとして、キュヒョンがグループに加入した。後に、イトゥクは当時について、スーパージュニアはしばらくの期間活動した後解散し、それぞれ各自の道に進むプロジェクトグループの予定だった。だからメンバーはどんな活動も、このメンバーで一緒に活動できるのは、これが最後だという気持ちで望んでいたと語った。 また、うにょくも、このようなコンセプトについて、後輩グループのシャイニーが、スーパージュニアのメンバーになっていたかもしれないと、バラエティ番組で、冗談交じりに語った。そして2006年6月25日の SBS、人気歌謡において、U で、初の音楽番組1位を獲得した。2007年9月には、2枚目のアルバム、ドンとダンを発売。約19万枚のセールスを記録した。 またユニットグループスーパージュニア KRY、スーパージュニア T、スーパージュニア M、スーパージュニア H が結成。スーパージュニア T は日本のお笑い芸人、萌えコラボし、日本デビューも行った。また2008年2月に単独ライブツアー、スーパーショーを初開催。日本では2008年7月8日に日本武道館で初のイベントを開催し、 翌日、シングル、You を発売した。3月に3枚目のアルバム、s o r ー Sori ーーーを発売。予約の時点で15万枚の注文があり、売り上げは最終的に25万枚を超えた。タイトル曲、s o r ー Sori ーーーはミュージックバンクで3週連続1位、2ヶ月連続で月間1位を獲得。また、s o r ー s o r ーの ダンスカバー動画も次々アップされたり、ゴールデンディスクアワードで大賞を受賞したりと大ヒットを記録、スーパージュニアの代表曲となった。しかし、キボムが俳優活動に専念するため一時的にグループ活動から抜けることになり、また、ハンギョンも所属事務所に対して裁判を起こし、中国へ帰国。さらにカニンが不祥事を起こし活動自粛に追い込まれるなど、 グループとしての問題に悩まされる時期でもあった。活動を自粛していたカ員を除き、10人になったスーパージュニアは5月に4枚目のアルバム美人を発売。ソーリー、ソーリーほどではないがヒットを飛ばし、2010年度アルバム最多売り上げを記録。しかし2010年のゴールデンディスク対象獲得はならなかった。それを受け、中国のファンがお金を集め、 一億ウォン相当の純金製の盾をプレゼントした。しかし、それは後に中国に寄付されている。台湾で開催された LG スマートフォンイベント2011年2月に初めて日本でスーパーショー3を開催。2011年6月、美人の日本語版を発売し、正式に日本デビュー。このシングルはオリコン週間ランキングで、 初登場2位を記録した。2011年8月、第5週、ミスターシンプルを発売し50万枚を超える売り上げを記録。売り上げ50万枚超は2008年の東方新規のミロティック以来だった。しかし間もなくして9月にヒチョルが入隊。またこの年、5番目のユニットスーパージュニア D&E が結成された。そして12月には、京セラドームで、 スーパーショー4を開催。これが地震初のドーム公演であった。4月に会員が除退5月東京ドームにてスーパーショー4を開催し東京ドーム公演を達成した。7月に6枚目のアルバムセクシーフリーシングルを発売。10月にはリーダーイトクが入隊。2013年5月にはイエソンが入隊。2013年は 正規アルバムの発売はなかったが、7月に日本でファーストアルバムヒーローを発売。オリコン週間ランキングで初登場2位を記録した。またライブツアースーパーショー5を開催。8月に除退したキチョルも途中から合流した。ケイコン 2015LA 公演2014年7月にイトゥクが除退し、9月に7枚目のアルバムママシータを発売。 二年二ヶ月ぶりのカムバックとなった。続いて、スーパーショー6を開催し、2014年9月21日公演で通算100回公演を達成。また12月13日には、村民が結婚した。スーパーショー6では日本では初となる福岡や福岡ドームでの公演を行った。2015年3月に、新ンドンと村民が入隊。5月には、 イエソンが除隊し、9人体制でデビュー10周年を記念したスペシャルアルバムデビルを発売。10月にウニョクとドンヘが入隊し、続いて11月にシオンが入隊。今後はリョークとキュヒョンの入隊が控えている。シオン、ドンヘ、ウニョクの軍除隊後、10周年スペシャルアルバムから2年2ヶ月ぶりのカムバックとなる。ただし、愛犬による 隣人死亡事故の影響を受け死亡は不参加。2017年5月に入隊したキュヒョンが2019年5月に除隊し、スーパージュニアメンバー全員が兵役を終えた。7月11日、官員がグループを脱退する意思を表明した。2018年2019年2020年2021年、アルバムシングル DVD コラボレーション OST ユニット 個人参加作は各校を参照シングルアルバムコンサートライブアルバム DVD ソーシャルゲーム個人出演作は各個人の校を参照個人出演作は各個人の校を参照全員出演でないものも含む個人出演作は各個人の校を参照スーパージュニア T はスーパージュニアの6人で構成された韓国出身の男性歌手グループ 2007年2月23日発売のシングルでデビュー。2007年2月25日 SBS 人気歌謡で初披露。週刊売上チャートで1位を獲得。スーパージュニア M はスーパージュニアの既存メンバー5人と中国出身の新規加入メンバー2人の計7人で構成された男性歌手グループ。スーパージュニアアームの M は 中国標準語を意味するマンダリンの M を取っており、中華圏全体を掌握するという抱負が込められている。現地戦略を通して、中華圏最高のスターを目標に誕生した。ファーストアルバムには、スーパージュニアの既存の曲とスーパージュニア M としての新曲などがすべて中国語で収録されている。中国をはじめ韓国、台湾、タイなどのアジア地域で発売される。 2008年4月8日デビュー。スーパージュニアハッピーは、スーパージュニアの6人で構成されたグループ。2008年6月7日、ソウルオリンピック競技場で開かれた2008ドリームコンサートでタイトル曲が初披露された。2008年6月5日デビュー。パジャマパーティー。ありがとうございます。